味しいピントレシピのお時間です。今日教えてくださるのはピアチェーブレの今道康弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のお料理は何でしょうか。今日はチキンのナポリタン風ソテーです。わあ、もう美味しそうですね。簡単で美味しいです。どんなお料理なんですか。今日はですね、普通パスタでするナポリタンですね、あれをパスタを外して、鶏肉を軽く煮込んだケチャップ味。あ、皆さん好きですね。懐かしい味ですね。そうですね、それをぜひ作っていきます。はい、お願いします。はい、まずです、鶏もも肉ですね、はい、こちら、一口大にカットしたものです。はい、に塩をしていきます。塩、はい、軽く塩をして、フライパンにオリーブオイルが、オリーブオイルが入って入ってますね。温めます。はい、フライパンは熱い状態でいきますね。それで皮目から焼き色をつけていきます。はい、まず出ましたね、ポイントですね。皮目から焼くのがいいんですね。はい、そうですね、強火でね、一気に焼き色をつけていきます。これでしっかりと焼き色をつけることによってですね、はい、ソースに香ばしさとコクが出ます、うん、ですからここはしっかりと焦げないように、綺麗な茶色になるようにこうやって炒めていきます。あまり触るとあまり焼き目が綺麗につきませんので、はい、ちょっと触らないようにじっくりと焼き色をつけていきます、はい、では焼いてるうちにですね、野菜を準備いたします。玉ねぎですね。玉ねぎ、これを芯をちょっと取っていきます。はい、はいはい、そしてこれを繊維に沿ってスライスしていきますね。あー、綺麗、そうですね、早い。今日はね、さっと炒めて軽く煮るだけですので、なるべく薄切りでやっていきましょう。あと50個ぐらい切ってください。見てる方が気持ちいいです。ドキドキします。今日は綺麗に切れましたね。綺麗ですね、スライス、さすがいい音しました。はい、じゃあ、はい、玉ねぎですね。はい、その他の野菜、はい、他の材料もですね、ここに、ピーマン、人参、にんにく、はい、ここもスライスしておいてくださいね。全部スライスなんですね。そうですね、うん、さあ、バチッといい音がしましたね。切ってる間に鶏もも肉がいい焼き色がついてきましたね。ですね、はい、こういう感じで香ばしく焼き色をつけていきますね。はい、わ、はい、そしたら一旦ちょっと火を中火に入れて、材料を野菜、切った野菜を入れていきます。はい、玉ねぎですね、入りました。でピーマン、うん、で白に緑にオレンジ、はい、あ、色鮮やか、はい、そしてニンニクです。スライス、はい、ここまで入れていきます。やっぱりニンニクはちょっと入れた方が美味しいですかね。ちょっといい雰囲気、いい香りがしますので、うんうん、ですね、そうですね、やっぱ食べる前にこう香りで楽しみますので、ぜひね、ニンニクも入れてください。 で入れていきます。また強火に戻しますね。ほうほう、一気に炒めていきます。今日はですよ、玉ねぎ、人参、ピーマンですけど、はい、で今の時期からだと、そうですね、ズッキーニありますね。あ、いいですね、はい、あとスナップエンドウとかね、ちょっと豆、緑が綺麗なもの入れていただけると美味しくなると思います。なんかいずれも食感もいいし、甘みもあるし、そうなんですよね。こうやって炒めることによってね、甘みがぐっと増しますので、はい、ちょっとでいいので炒めるようにしてください。じゃあ野菜がちょっとしんなりしてきました。はい、そしたらここにお水です。お水が入ります。はい、水分を足します。50ミリリットル、はい、白ワインでもいいですね。あ、いいですね、はい、いい香りがしますね。大人の味ですね。大人のナポリタンですね。はい、ここでケチャップです。こちらも 50g、 あ、覚えやすいですね。 50g に 50ミリリットル、はい、みんな50ですね。はい、50g。 そしてで、やっぱりナポリタンといえば若干甘めが美味しいの で、 そうですね、お砂糖です。なんか落ち着く味というか、そうなんですよね。でちょっとコクを出したいならば、蜂蜜なんか入れるといいと思います。蜂蜜も、はい、お砂糖の代わりにですね、ええ、でここでさっと炒めていきます。はい、今日はね、これだけの材料なんですよ。で軽く煮ていくだけなんですけど、はい、今から
どれぐらいまで煮るかというと、ちょっととろみがついてくるかなというのまでが目安なんですけど、タバスコは後で、そう、お、今入れましょう、あ、今、あ、いいですか、いいですか、今、いいですか、あ、いいですか、はい、あの、タバスコ好きなんですよ、私2滴タバスコ、はい、入れます、はい、あ、ここで、でも仕上げで食べる直前に入れるんじゃなくて、はい、料理中に入れるんですね。そうなんです、こうやって野菜と一緒に煮ることで入れるタバスコは、うん、あの角が取れてっていうのが、うん、トゲトゲしくない辛さになりますので、カラーが、カラーぐらいの感じ、優しい感じ、今日のテーマ優しいでした、ね、優しく。でなんかこのカメラの角度いいですね、なんかお店に来てるみたいな。そう、今作ってもらってます。はい、はい、じゃあ、次行っていいですか。お願いしますシェフ。あ、でとろみがついてきました、はい、これは野菜のこう角が取れて、あとケチャップのとろみもありますので、今やとろみがつきましたということで火を止めます。とろみが出るのが目安なんですね。そうなんです、ちょっととろみがついてきますので、はい、それが目安です。はい、じゃあ盛り付けていきます。本当にあの材料さえ切っておけばあっという間にできますね。そうですね、今日はね、あの鶏もも肉をだいたい厚みでいうと1センチぐらいの厚みにしたんですね、はい、あ、はい、で野菜はあんまりクタクタにしたくなくて、ちょっと歯ごたえも残るような野菜の炒めにしたかったので、今日は、一口大と言ってもちょっと厚みを1センチぐらいにしておきました。そうすると今ぐらいの短い間のこれ煮込みっていうのですか、はい、これでも十分に火が通ります。わーわー、よくこう馴染んでるのが分かりますね、はい、しっかりと絡んでますね。絡んでますね。ではここにパルメザンチーズですね。あ、好き。チーズはベストマッチングでしょう、はい、そして色目と香り付けにパセリですね、はい、パセリ、はい、出来上がりです。シェフありがとうございます、はい、完成しました。完成です、はい、こちらチキンのナポリタン風ソテー完成しました。レシピのおさらい参りましょう。今日はお野菜は全部薄切りにしていますよ。そしてですね、お肉なんですけれども一口大にしますが、これ1センチぐらいの火が通りやすいぐらいに切ってみてください。甘めのお砂糖もちょっと入れたら美味しいかなというところです。では試食タイム参りましょう。いただきます。色とっても綺麗です ね、はい、だんだん夏に向かっていきますからね、はい、綺麗な色目がいいですね。いいですね。じゃあ鶏肉を取ります。鶏だけ、鶏だけに鶏だけに気づいてくださいました。いただきます、はい、うん、お肉柔らかくて本当に甘み、ケチャップの甘み、コク、うん、美味しいです。なんかついご家庭だとですよ、やりこうぐっとあの炒めすぎるとか煮すぎるので、はい、ちょっと余熱も考えて、うん、少しちょっともういいかなっていう手前ぐらいで揚げられるといい食感だと思います。鶏肉がプリプリしたまま、お野菜もシャキシャキですもんね、はい、はい、ぜひ皆さんもご家庭で作ってみてください。優しいお味でした、はい、ピアチェーブレ今道康彦さん、康弘さんでした。ありがとうございました。